すいません皆さん、もう今住吉でタウンミーティングやってきましてね、今日雨の中では本当に申し訳ないです。傘をさせていただきました。まあとにかくですね、どの新聞もどのテレビも何も大阪都構想について報じてくれないので、もう外に出て自分で説明するということでですね、今までのその政治家のその演説と違って皆さんからいろんな質問を受けて、まあ、お答えしたいというふうに思ってますので、まあ、少し時間を頂戴できればと思ってます。まあ、今までですねいろんな説明あったかと思いますけども、棒ありますか？差し棒。すいません、ちょっとルールだけご説明させてください。橋本代表にご質問ある方、後ろのね皆様の後方の上りが立ってるんですけれども、今緑のジャンパー着たスタッフ手を挙げてます。そちらの方に事前にお集まりくださいますよ。何でも結構ですよ。質問でも批判でも文句でも何でも結構です。いやそれじゃなくてです、まずこれです。大阪都構想だって、大体ね中身がわからないとかその説明が足りないとかいうふうに言ってますけどもね、そりゃそうですよ。だって新聞もテレビも誰も報じてくれないんですから。何も大阪都構想の中身について報じてくれない。大体ね新聞の世論調査だっておかしいんですよ。大阪都構想について知らないという人が8割ぐらい今いるんです。わからないという人にもかかわらずね、最初の一発目の質問で大阪都構想に賛成ですか反対ですかなんて世論調査したらですよ、わからない人はそれは賛成ってなかなか言えないじゃないですか。普通は世論調査っていうのは大阪都構想について知ってますかから入るべきなんです。大阪都構想を知っていたらじゃあ賛成ですか反対ですか、これが本来の世論調査ですよ。にもかかわらず本当に新聞も頭悪いもう連中ばっかりでね、最初に大阪都構想賛成ですか反対ですか、そっから質問に入る。でも次の質問でね、大阪都構想について知ってますかって言ったらほとんど知らない。それは新聞もテレビもちゃんと報じてないから、彼らは全然分かってないから。大阪都構想をしっかり理解してもらえれば僕は賛成者が必ず増えると、圧倒的多数になると僕は信じてます。今この段階で大阪都構想について知らないという人が7割も8割もいる段階で、今世論調査をやっても大阪都構想について賛成者の方が上回ってるんです。大阪市内でほらみんな感じてるんですよ。今のまんまの大阪市役所のまんまではダメだと、やっぱり新しい方向を目指さなきゃいけないってことはみんな分かってる。でも中身が分からない。中身は本当は新聞やねテレビがちゃんと伝えなきゃいけないんです。大阪都構想メリット、もうこれ一つで皆さんに分かっていただけると思います。今までこれを作るために2年も3年もずっと議論してきたんです。この数字を弾き出すの僕らが勝手にやったわけじゃありません。大阪市役所や大阪府庁の優秀な職員100名集めて大都市局を作りましたが、そこで一生懸命行政としてどんどんものすごい計算をやってこういうことになりました。どういうことか、大阪市役所は今のままでいけば平成27年から平成45年までずっと赤字です。20年経っても2000億円を超える赤字がずっと続きます。これが大阪市役所のまんまの状態、後で説明します、なぜそうなのか。しかし大阪都構想をやればね、この緑の方になるという数字が出てきたんです。大阪都構想をやればこの緑の数字の効果が出てきて、緑と赤の差し引き、黄色のお金がきちっと貯まりますよ。大阪市内で20年で最低でも1300億円のお金が貯まりますよという、その数字がやっと出てきました。これは何もね、僕らが勝手に数字を作ってさ、なんか怪しげな商売の時にはこんないいことばっかり言ってね、後で皆さんに帰りしなになんか変な壺を売ったりとか、そんなことをする怪しげな商売だったらね適当な数字並べますけど、これは役所できちんと作った数字です。もう一度言います、大阪都構想やれば緑のようになっていく、やらなければそのまんまの市役所だったらこの赤のまんま、差し引いてやればこの黄色のお金が貯まるっていうのが、これがまず大阪都構想の金額の効果なんです。このことすら新聞やテレビ全く何も報じてくれません。なんでこんなことできるのか、本当かよと。それは皆さんね、今の大阪市役所っていうのは改革も進まないし税金を無駄遣いにしてしまう、
そういう役所のね、そういう組織なんです。どういうことかといえば、職員は一生懸命仕事をやりますけどもね、大阪市役所大きすぎてコントロール不能な状態なんです。皆さんね、数年前までのこともうお忘れになっていませんか。僕はね、最近反抗してこれ OK、 もうしょうがないって言ってね、最後もう決済下ろしましたけども、住之江区のね、あの地図の方、すいません、これ大阪市内の地図ですけども、ここ住之江区、ここにね、大阪市交通局がもうなんかどでかいビル建てたんですよ。事業失敗、280億円の弁償金です。そしてまだそれだけじゃありません、近々ここ港区でどでかいホテル建ててね、事業失敗、700億円の弁償金ですよ。大阪市民の皆さんの税金です、700億円。それだけじゃありません、ちょっと十何年前、この住之江区に西日本で一番高いビルを建てた、1300億円、破綻です。それだけじゃありません、この海の中にね、お椀ひっくり返したような海の時空間なんて変な博物館みたいなの作ったんです。もうあれ失敗、400いくらぐらいです。それだけじゃありませんよ、ここにワインミュージアムなんて変な施設作ってね、高級ワインを税金で買ってこれをここに貯めてたんです。それも失敗、もうワインも全部売り飛ばしまして、この建物は専門学校の方に売っても、あの買ってもらいました。それも失敗。それだけじゃありません、ここに新大阪のところにフィットネスが入るようなビル建てて失敗。中央区のここ、あの、まあ、すぐそこですけども、アメリカ村にビッグステップっていうのがあります。あれも信託事業失敗。まあ、ありとあらゆることやってきましたよ、大阪市役所で。全部失敗、全部皆さんの税金。皆さん、なんでこんなことになってしまうか。大阪市役所っていうのは、こんな大都市を全部これ所管するんですけど、あまりにも大阪市役所大きすぎてね、議会も全くチェックできてないんです。税金みんなこれ垂れ流し。公務員の天下り問題、これももうお忘れじゃないでしょうね。大阪市役所は天下りの団体たくさん持ってましたよ。天下りもバン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 やってましたよ。天下り先どん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 就職してましたよ。職員の人件費、まあ高かったです。こういう状態でね、ずっとやってきたのが大阪市役所なんです。まあ職員は一人一人真面目にやってますけどもね、組織が大きいもんですから、もう全くコントロール不能状態になってしまう。じゃあ大阪都構想はどういうことをやろうかと、どういうことをやろうとしてるかというと、大阪市内をね、5つに分けてそれぞれにしっかりとした役所を作っていく。今の大阪市役所が大きすぎるんであれば、適正規模に作り直して、今この大阪全体を、僕がずっと仕事をしていた大阪市役所、まあ、ここの淀屋橋にあるところで全部ここをやってたんですけど、もうそれはもうね、コントロール不能状態だから、5つに分けてそれぞれに選挙で選んだ、選挙で選ばれる区長を置いて、しっかり役所をコントロールしていきましょうということなんです。単にそれだけなんです。そうしたらきちんと改革ができる、改革が進む、余計なことはやらない。余計なことをやらないというのはですね、大阪府と大阪市の一人当たりの借金、これ大阪市民の皆さん、この数字を見てください。大阪市役所は大きすぎて、とにかくいろんな事業に手を出しすぎた、コントロール不能状態。どういうことかにな、どういうふうになったかというと、この青色が大阪市民が背負わされている借金です。大阪市民一人当たり背負わされている借金、全国で一番の借金を背負わされています。緑の方が東京の区民が背負わされている借金なんです。これ見てください。1989年から2008年までずっとデータ取りましたけどもね、今やですよ、大阪市民はこれだけ180万円ぐらい借金背負わされて、大阪府と大阪市の借金。ところが東京は、東京都と東京の23個の借金合わせても50万円ぐらいしか一人当たり借金背負わされていないんです。見てください、何が違うのか。大阪市とこの区、この借金がもう全然違うんです。向こうの方ちょっと見えなくてごめんなさいね。ブルーが、ブルーが大阪で、緑が東京です。要は東京区民の方が圧倒的に借金、一人当たり背負わされてる借金が少ない。なぜか、大阪府と大阪都が大体よく似た役所です。大阪全体の仕事をやる、東京全体の仕事をやるのが大阪府東京都です。
まあこういう借金、それ東京のがでかいから東京のが若干ね、東京都のが借金多くなります。問題はここです。大阪全体の仕事は大阪府がやる。本来市役所っていうのはね、皆さん医療、福祉、教育、ここに力を注ぐのが本来の市役所の仕事、役割なんですよ。ところが大阪市役所は先ほども言いました、ワインミュージアムを作る、海の時空間を作る、ホテルをぶっ建てる、もう西日本一番のビルを、高層ビルを建てる、あんなことやるもんですから、医療、教育、福祉のお金おろそかになりながら借金ばっかりが増えていってしまったのがこの大阪市役所の状態なんです。気づいてみたら東京の区民よりも3倍もの借金を背負わされてしまってる。大阪市民は大阪市の借金と大阪府の借金、飛び抜けて大阪市の借金が大きいんです。これだけ大阪市が借金を背負ってですよ、皆さんの暮らしに還元されてるんだったら僕は何にも言いません。ところが公立中学校の給食すら大阪市役所はこれまでできなかったんです。全国の 90% 以上の公立の中学校が給食やってるのに、大阪市役所は公立の中学校の給食すらできなかった。お金がないって言うんです。こんだけ借金やってるのにお金がないって言うんですよ。小中学校のクーラー、大阪市役所これまでつけられなかったんです。今回僕は全部号令かけてつけましたけどもね、お金がないって言うんです。これだけ借金を負ってるのに、なんで医療や教育や福祉の方にお金が回らないんですか。僕はびっくりしました。大阪市の予算は3兆円ありますけども、子ども教育予算に一体いくら使ってたと思いますか。子ども教育予算なんていうのは次世代のまさにこの大阪を支えてくれる子どもたちに対する投資です。この子どもたちに対する予算がなんと大阪市は67億円しか使ってなかったんです。3兆円も予算があって、これだけ東京都民よりも借金を負わされてるのに、なんで子ども予算が67億円なんですか。僕が市長になって大号令をかけて、これを250億まで増やし、今度の4月からは300億円超えるような、もし僕が市長に再選されれば300億円を超えるような予算になります。子ども予算拡充していきます。僕が言いたいのは、大阪っていうものは大阪府と大阪市の役割分担が全然できてない。東京は大きい話、ビルを大きいものを作るとか、港をやるとか、高速道路を引くとか、そういう話は全部東京都がやるんです。そしてこの東京23区は皆さんの医療、教育、福祉、まさに皆さんの生活を豊かにするようなサービスを提供するのがこの区なんです。でかいものは作りませんから、ビルなんか建てませんから、この程度の借金で済むんです。その時集められた税金を持って医療、福祉、教育に徹底して使っていく、これが東京の姿なんです。東京は東京都が東京全体の仕事をしますから、オリンピックも引っ張ってこれました。ものすごい力あります。東京23区医療、福祉、教育だけやって余分なことはやりませんから、僕が東京に住んでたもう30年前から公立中学校の給食はやってまして、子どもの医療費、東京の23区無料です。今回僕が市長になって中学校3年まで1回500円、500円以上は全部医療費無料、子どもはね医療費無料にしましたけど、東京はもう何十年前からも医療費無料、子ども、これだけの借金で、これだけ少ない借金で、なんで東京都の方が、東京区民の方が役所からもうあふれんばかりのサービスを受けることができるのか。それは余計な仕事をしてないからです。区がバカでかい、そんなね破綻するような事業をしてないからなんです。それを僕らはね、東京によく似たような役割分担のやり方、それをやっていこうというのが大阪都構想。